私が自衛官になろうと思った理由は東日本大震災で被災地で医療業務をされている自衛官の方々を見てもともと看護師になりたかった私,が私は看護学校を探している時にそのことを思い出し被災地で活躍できる看護官に憧れて自衛官になろうと思いました。 私はもともとそこまで体力に自信もなくて自衛隊といえば大変な訓練が多いというイメージだったので不安がありました防衛隊の大きな特徴としては寮生活をしながら看護保健師になるための勉強を行っていくっていうところがあると思います基本的には自衛官コースは全員寮生活になって技官コースは自宅から通ったり寮に入ったり 選ぶことができました技官コースというのは看護師免許を取得後は防衛大病院で働くことを前提とした技看護師の養成コースです私が寮生活をしていてよかったなと思うところは実習などでわからないことがあったとしても聞ける人が周りにたくさんいて教えてもらったりつらい訓練や実習も耐えることができるところだと思います。 寮生活は1年生の時は先輩と同室なのですが3、4年生になると実習がメインになってくるので同期4人の部屋になります。あまり大変なところはなくて助けてもらうところが多い、多かった印象です。防衛大の看護学科のカリキュラムとしては看護師保健師免許を取得するためのカリキュラムになります。他の大学と大きなち 違いとしては、防衛看護学などの授業があり、災害看護や国際派遣に関することも学ぶことができます。防衛看護学の中に災害看護などが含まれています。災害看護学は、看護師の観点からだけでなく、保健師としての観点も必要となってくる部分が多いんですが、えっと、避難所における 感染対策や医療業務の行い方などを学ぶことができます。防衛大のカリキュラムの中には、自衛官コースは訓練なども含まれていて、夏季訓練と大体冬季訓練があって、年に2回大きな訓練がある形になります。自衛官として基本動作から始まり、少し 体力を使うものや収容班訓練といった衛生科ならではの訓練も山の中に治療ができる施設を展開してそこで模擬患者が発生したらどのように対応していくかっていうのを学ぶ訓練であったりさまざまな駐屯地などに行きそこで自衛隊のことについて学んだりする訓練がありました私たちの場合は舞台実習などはなくて病院看護師 免許取得のために必要な病院実習や保健師免許取得のために必要な地域での保健師実習などがメインでした防衛大に入学すると学生手当がもらえるため経済的にも自立ができます基本的に普段の生活費である移植住はかからないようになっています防衛科大学校卒業後の進路として一度病院に配属された後に2ヶ月間幹部候補生学校に行きます 幹部自衛官としての心構えを学ぶことができます。